メナンサラですアミゴースどうも PJLL のパハロンです。ピーンこのチャンネルは PJLL のマスクマンパハロンが独自のプロレス感を語るものでございます。ライブ配信中は選手の化粧を略させていただくこともございますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日は、えー、先ほどまでですね、えー、ノアのお代々木大会、 ノアザベスト2022が行われておりまして、いやー <laughs>、すげー興行だったんですけれども、まあその感想なんかをね、いろいろと、まあ皆さんとお話していければなんて思っておりますが、本日は11月23日、ムームということでですね、はい、ワールドカップ、カタール大会もですね、開催されております。時、本日は、えっと、10時かな ?10 時ぐらいから、日本バーサスドイツ。 っていうのが行われることになっておりますので、その前にですね、プロレスで盛り上がって、んでそのまま安倍までね、ワールドカップ中継見たりとかしながら、今日はもう本当安倍マザンマイということでございます。 はい。で、そのノアのプロレスなんですけれども、先ほどまで ABEMA で中継があったんですけど、今はもうすぐにこのレッスルユニバースの方で見れるようになっておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、レッスルユニバースに入って見ていただければというふうに思っております。はい。ほんでもって私ですね、えー、概要欄の方見ていただければお分かりかと思いますが、 えー、このチャンネルの方も応援していただけるということでありましたら、月1300円のメンバー募集もやってますので、そちらの方もチェックしていただければというふうに思います。ほんでもって、えー、オリジナルグッズなんかも展開しておりますので、まあなんか気に入るものがあればですね、はい、購入いただければと。こちらのオリジナルグッズもですね、えー、11月25日からブラックフライデーでセールがいろいろ入りますので、ぜひ、Twitter などで情報をチェックしていただければというふうに思っております。はい。 とということで、えーえー、本日の代々木大会でございますが、まあ、タイトルマッチとしてはです、ね、ジュニアのベルトのものがありまして、えー、こちら小峠、吉岡組がベルトダッシュしてし新チャンピオンそして、えー、次のチャレンジャーは傭兵とドラゴンゲートから KG 選手がやってくるという形になりました。ほんでもって、えー、GH1 C のタッグのベルトの挑戦者。今チャンピオンは杉浦隆志小島聡組なんですけど、挑戦者が、えー、健太、丸藤組ということになりました。はい。 でえー、ナショナルのベルト戦がありまして、えー、こちら、伊保デドクトル・ワグナージュニアバー v s 稲村佳樹だったんですけれども伊保、えー、デドクトル・ワグナージュニアの防衛という形になりました。ほんでもって、えー、新発表としては、えー、グレート・ムタの引退試合は6人タグマッチに決定。そして、えー スティング、グレートムタ、ダービーアリン。これがチ,チームと。で、対戦相手はあ、後日発表という形になったようでございます。はい。ということで、グラント中さん、ピギーンこんばんは、ベナスのチェース。えー、ホックスさん、ベナスのチェース。えー、安崎さん、はじめまして。遊戯最高でした。はじめましてや。ないやろーちゅうて。 <laughs> 代々ぎ最高だったよな素晴らしかった現地に行った皆さんはもう相当盛り上がったんじゃないかなー最高の代々ぎだったと思います声出し解禁声出しもね、えー、今回ありましたしはい12月の大会は全部声出しねほとんど解禁されてますからね楽しみですねはいそしてカズ、えー、くん、えー、こんばんはベノスノーチェイス えー、どの試合も面白かったですねということでもうね本当にあのペロスファイナルペロスもめちゃめちゃ面白かったしね <laughs> めちゃめちゃ面白かったしほんと今回ね武藤さんがいない代々木大会だったわけですけれどもやっぱりねこういう大会を見てほしいですよねあの武藤さんのでノアにこうバッて来てほんでもって その他の試合を見て、やっぱノアのお客さんになってもらいたいっていう、ノアのファンになってもらいたいっていうね、形ですね。はい。えー、こ、え、う、ー、さん、はじめましてこんばんは。はじめましてや、ないやろーっちゅうて。<laughs> えー、ノルクミーさん、こんばんは。ベナスのチェス。えー、稲村選手は立派なメインイベントになりました。ということで、もうメインがさ、<laughs> すごかった。 だよないや久々になんかこうどっちが勝ってもええんやでっていう試合を見たしもう最高の試合を、あのー、届けてくれてありがとうっていうですねプロレス見たなっていう気になるよねノアはねあ素晴らしい、うん、最高ですはいえー、レモネーズさんこんばんはベネスノのチェイス、えー、鈴木みのる選手の試合あったので今グレートから来ましたおっ おおきょ鈴木みなの選手はグレートに出てるなるほど、えー、メインは予想通り硬かったですねということでまあでもねもうなんかもうあれ見せられたらねもうなんかもうどっちでもいいわっていうね最高の展開でしたうーん、えー、エルクリミナルさんはじめましてこんばんみはじめましてやないやろっちゅうて <laughs> えー、お肉ちゃん、えー、お客さん少なそうでしたけど、あれは現地裏山っていうことでね、もうね、お客さんが少ないのはどうにもならんからな。<laughs> でもあれは現地最高だったろうなあ。あれは現地最高だったと思うわ。ああいうのを もう体感したら、もうプロレスや見るのやめられんよなきっとあれを現地で見たらなまあ配信で見ても相当面白かったけどね、今回ね。うん。えー、モっさん、はじめまして、こんばんは。はじめましてやないやろーちゅうでな。うん。えー、お肉ちゃん、ほんと多団体と比べるとかじゃなくて、もうノアはノアでしか楽しめない戦いやねと。第2試合とかメインとか。いやね。今日の興行はですね、 まあ、なんというかそのメインも素晴らしかったっていうのもありますしペロスファイナルペロスも素晴らしかったとかいうのもあるし第2試合の、ね、鈴木秀樹、谷口修平とかもめちゃめちゃ面白かったし本当一1つの興行でいろんなスタイルのプロレスが、ね、こう見れるノアに今、なってるなと。 いうところなんで、本当誰かの何かに引っかかるんじゃないかと、心のどこかにね、いうふうに思うよね。だから本当に多くの人に見てもらいたいなっていうのはね、変わらんからね、やっぱどんどん宣伝してね、こう、届けられたらいいよなって思いますよね。うーん。本当にね。いやー、でもね、これでいろいろお正月のガンジス工業もうだいぶ分厚いね。 あのカードがもう決まってきつつあ,あるのではい非常に楽しみですね今日の,その元日武道館おそらくメインになるであろう GHC ヘビー級選手権 GI 清宮 VS 拳を今日の前哨戦もねめちゃめちゃ良かったしねこうなんかこう今までこう清 P 印象としてはね見てる側の印象としてはおそらくこう なんというかこうね、頼りなく映っていたキヨピーだったと思うんですけれども、えー、今日のケンオ選手との前哨戦素晴らしかったし、そのマイクでも全部持ってくのは俺だってもうはっきり言い切ったし、やっぱああいうね、若さゆえの勢いみたいなものをね、ボンボン出してほしいよねうん。そうすると男性ファンもバンバンついてくると思うんでね、うん頑張ってほしいと思いますね。はい えー、モトさん、えー、ワグナー選手がすごすぎたけど、PJLL 的には武道館にパハさん因縁のあの選手の参戦が決まったってことですか <laughs> ケンタ選手っすね。小林さんっすね。うん、決まったみたいっすね。<laughs> しかも丸藤、あのー、選手と組んで。ということで、もう古参のね、 ノアファンの皆様にとってはマルケンって言うんですかマルケンコンビが復活するっていうことでですね相当嬉しいんじゃないですかうんだからほんとあのノアこうは離れていっているような方がいらっしゃればねこれきっかけにまた戻ってきてほしいよねうんえノリクミさんビバハポンビバメヒコビバノアで涙わかる <laughs> やっぱなんかね、もうワグナーのあの、なんていうのあの、あの、礼儀正しさみたいなところ、すごくいいっすよね。うん、すごく良かったっすね。そして、やっぱノアに対するリスペクトがね、ああいう言葉で出てくる。これはもうノアファンの心をどんどん掴んでいきますよ、ワグナーはね。うーん えー、TK さん、メインも良かったけど鈴木 VS 谷口が期待の2段階上をきましたわかる <laughs> あの、なんか今日の谷口選手はね、ちょっとひと味も二味も違った部分がねありましたよね。まあ、もちろんねあのー もっとね畳みかける攻撃を入れていけばよかった部分とかあったとはしたとは思うんですけどなんというかねこう僕的にはようやくスタートラインに立ったんじゃないかぐらいの試合だった気がするんですよ今日は、うん。みんなきっとその谷口さんにはポテンシャルがあってそれをこうずっとこう期待してて応援してきてた人皆様もたくさんいらっしゃると思うんですけど僕はまあ2年ぐらいのノアファンですけど。 あの何かをきっかけで突き,突き抜けるタイミングがね、もしかしたら今日だったかもしれないなって思えると、今日やったような試合を、たとえどのね、第1であろうが、第2だろうがあの、突き抜け、今のスタイルでね、突き抜けていってもらったらね、こうなんかそれはそれですごくあの、またノアが面白くなるなって思うんですよねだから谷口選手もね。 腐ってはいられないと思いますんで。はい、ぜひ。もうね、やっぱね、ファンキーがあんなタッグ戦、GHC のタッグの試合見せたわけですから。はい、ぜひ駆け上がってほしいなと思いますね。うん。えー、レモネーさん、ワンチャンドラゲー仙台大会で GHC ジュニアないかな <laughs> ということで、ドラゲーの仙台大会ってどのタイミングであるのかな年内にもう一回あるってこと でも、KG 選手呼ぶって感じだったら、やっぱお正月なんじゃないかななんて思ったりもしますけどね。うん。こうさん、元日のチケット届いてよかった。健、え、太、ー、は確定なのかなって。まあ、もうリング上で言っちゃってますからね。もうあれは確定でしょうね。うーん。カ、え、ズ、ー、君さん、ダービー・アリンという選手気になりますねということで、僕はまあ、なんか。 姿は拝見したことあるんですけど、ツイッターとかでね、えー、どんな試合してるかまでは分からないですけど、a w を見ればね、分かるようになるのかなというところでございます。だからこれから a w がね、詳しい皆さんが、きっとこう、ダービーアリンのことをいろいろね、ツイッターとかでも教えてくれるんじゃないかななんて思ったりしますけど、はい、えー。カミルさん、ノアはええー、なーパールさん、こんばんは、はじめまして、はじめましてや、ないやろちゅうて。<laughs> ノアはええなあうん。わかるよ。うん。なんというかね、やっぱ本当今日さっきツイッターでもつぶやきましたけど、いや、ほんとなんかプロレス見たなあっていう、しかもその一つの興行の中に、いろんなスタイルの試合がこうあって、で、今日のメインまでつながってね、もうやってることはね、ほんと晴らしいと思うんですよね。なのでね、あとは多くの人に見てもらうだけかなっていうところだと思いますね。うーん。 えー、TK さん、えー、今日の回答は良かった。これは武道館の試合はやべえことになりますということで、やっぱりね、あ,のーまあ、ある種、あれはもう剣王が引き出したと言っても過言ではないんじゃないかなと、今日のキっピを引き出したのはまあ剣王であるとも言っても過言ではないのかなというところで、えー、2人の試合がめちゃめちゃスイングする元日武道館になったら、 もう多分、ね、多くの人がまたノアオに取り込まれていくのかななんてね思いますよね。うん。えー、グラン田中さん、マルケンはレジェンドタッグと言っても過言じゃないですからねと自分は世代じゃないのでそんなにですが。ああ、そうなんですね。グラン田中さん、世代ではない。なるほど。でも、多分世代にね、多分あれでしょうね。バッチリハマってる、えー、人たちからしたらね、えー、マジかみたいなね。 マルケン組むんかみたいな。で、杉浦と試合するんかみたいな感じになったらね、すっげえ。やっぱ、こう、何て言うんでしょうね。昔の、やっぱりノアを見てきた人たちを呼び戻す、呼び水になる可能性は十分あるのかなって思いますね。今日の谷口選手は入場から顔つきが違いましたということで、いや、本当に。全然なんか、今日ハンサムだったよね。<laughs> やっぱ戦う男の顔ってハンサムだよな。 かっこいいよなうんだからすげえボッコボコにエルボー入れられてボッコボコに負けたけどなんか負けてダセーなとか一個も思わなかったしいやよく戦ったよな今日はって思ったしその姿はなんかこうやっぱかっこいいよなうん負けてもやっぱかっこいいっていうのはプロレスの一つのね、あのー、ポイントですよね。うーん 乗組員さん、ワグナー選手は一旦帰国みたいなので元旦はナショナルなしかなあー、なるほどね。後楽園でやっちゃうか。その後の。その可能性はあるかもしれんな。うん。まあ、でも元日に全新し中村も。 来る元日武道館でもったいぶるってことはないんじゃないかな戦と思ったりもするんですけどねやっぱそこでいろんなものを,を見せつけて今のノアのプロレスっていうのを感じてもらうこと大事だと思うからね期待したいけどねうーん。 えー、TK さん、武道館で KG は踊りますかねと盛り上げてくれそうです。多分踊ると思うんですよ、ね。だから洋平選手もまた踊ると思うんですよね。はい。か、KG 選手がパートナーだけど、ナチュラルバイブスのメンバーも、こう、一緒に来て、その、踊るんじゃないかな。歌ったり踊ったりして盛り上げてくれるんじゃないかなって思ったりもしますけどね。うん。あの、ドラゴンゲート合同工業ね。ノアのね。すごい良かったですもんね。うん。 えー、レモネルさん、ドラゲーは仙台、福岡がビッグマッチがある。あー、なるほどね。元日前にってことそこでやっちゃう的なことうん ?16 号さん、パーナさん、はじめまして、はじめましてや、ないやろって言って。<laughs> いつも楽しく拝見しております、稲村あ、ワグナー。 えー、ヘビー級らしい迫力ある攻防でとても良かったと思いますと、えー、意外と最近のノアに足りない部分のものが詰まっていた試合だったということでいやもうほんとねまっすぐぶつかるっていう <laughs> もうまっすぐぶつかるっていうのがやっぱあのでかい、えー、体で やるというのがすごいかったし、まあ言うてただまっすぐぶつかるとか言いながらも、ワグナーはあの稲村、120キロの稲村良樹の体をね、コントロールして、ルチャのね、技も取り入れて見せられるメインイベンターになってたし、いや、ワグナーもすげえ面白いっすよね。うん、最高だったと思いますね。うーん えー、安崎さん、稲村の武道館は藤田和之にリベンジか、あ新日の真壁とシングル、組んでほしい。ああ、それもありや、それもありだね。真壁さんはどうなんですかね。東京ドーム大会には出ないんだったら、それもありなんじゃないかと思いますよね。うん。それはそれで楽しいな。<laughs> えー、上弘さん、えー、若手では、清比より、 ヨシピーの方が魅力を感じる僕です。ヨシピ。<laughs> まあでもね、やっぱりこうあの、好みに合う合わないとかねあの、いろいろあるとは思いますけども、その、なんて言うんだろう、稲村選手は、こう、なんていうか、ある種こう、自分の進む道が見えてるみたいなところがあって、で、かつ、 そあのー、こう弱音を吐かないので多分男受けはね稲村さんの方が絶対すると思うんですよ。で、清ピはまあどうしてもその藤井田戦、ティモシー戦とかでボッコボコにやられて、 で、剣王にもガンガン言われてみたいなところで、印象度的にはこう、なんか、あんまりこう、気持ちの強さを感じることができないみたいな部分がね、あのい、普通に見れば、一般的にパッと見的な感覚で見たらね、あったと思うんですよ。だからそうなると、やっぱ男性ファンってなかなかつきづらいんじゃないかなと思うんだけど、まあ今日はしっかりと言い切ったし、 あの俺が持ってくんだっていうことを言い切ったし今後それに向けて多分きっと動いていくだろうしでこれから清美もねどんどん男性ファンついてくるかもしれないし、はい、楽しみですよねだから稲村がいることによって清宮のいいところ悪いところも見えるし清美がいることによって稲村のいいところ悪いところも見えるしみたいなねそういう関係でまさにライバルなのかなと思いますよねまあここであとは岡金がね帰ってきて、えー、清宮 岡田、稲村、この3人がこのノアの中でどう生き抜いていくのかっていうのをね、プロレスを通してみたいですよね。うん。えー、カズくんさん、えー、今年の流行語大賞候補には、はじめまして、じゃないやろうですか。言うなって、って。<laughs> あ、言うなってって言ってくれる。言うなって。いや、実はね、もう今年の流行語大賞のノミネートに、ね、 あのじめましてじゃないやろうが入りましたよっていう連絡はもう来たわけ運営から、うん、まあただそのノミネート候補なんでね、うん、まああのど,どうしようかって話になってましてまあただそのどうしても僕は YouTube をやってるもんでやっぱ YouTuber の流行語対象はテレビ的にはおいしくないっていうことでちょっとねそこ揉めてます今うん。<laughs> <laughs> えー、コウさん、小学校の頃に見たマルケンタッグでプロレスを好きになりました。おお、やっぱりドンピシャ、ね、世代ドンピシャ、また見られることに感動してます。いや、ね、大人になった2人が、ね、どんなタッグワークを見せるのかと、もしくはこうなんか合体技とかあるのかとか、いろいろね、あのファンの皆さんにとっては、ね、もう楽しみでしょうがないでしょう、これは。えー、TK さん、谷口の良さを鈴木が引き出してくれました。今日みたいな谷口なら、藤田さんも見たい。 いやそうなんですよね。鈴木選手がね、引き出してくれたと思います。ただ、まあ、谷口選手は、その、これをね、今後続けていけるかどうかだとだけだと思うんですよね、僕はね。うん、キング・タニーの時もそうだったし、うん、だからな、その、もう崖っぷちなんだと。俺も生き残らないといけないんだみたいなものを、リング上で見せられるかどうか。 で、またね、ファンがつくつかないとかね、出てくると思うんですよね。うん、マジで頑張ってほしいなと思いますね。うん。えー、ねじゅるさん、はじめまして、こんばんは。はじめましてや、ないやろちゅうて、今日はお腹いっぱいのノアでした。ということで、いやー、ほんとね、今日の興行はね、素晴らしかったと思います。うん、ほんとね、こういうのをね、見てほしいっすね。 こう、日頃ノアを見てない方にも、あの、武藤特需の間にね、今日は武藤さんいなかったからね、そういうこう、武藤さんきっかけでノアを見るみたいな感じのことにはならなかったかもしれないけれども、いや、素晴らしい大会だったと思いますよ、今日は。うん、特に現地組はね、満足すごいしたんじゃないかなと思いますね。うんえー 神広さん、えーパロンさん、吉橋、後藤弘組の新コス写真見てください。古参のプロレスファンである僕も言葉が出ませんでした。まあ、でも、清ピは超えないんじゃないの見たことないけど。見たことないけど、清 <laughs> ピのインパクトは超えないんじゃないのうん。の、新日本はね、もうほんと全然見てないんでね、もうなんとも言えないですけど、はい。えー、TK さん、2年前の代々木は塩崎杉浦。 うん、今年は一気に若返りを図り、いいのは敵にも賭けでしたでしょうが、期待を超えてくれました。ということでね。いや、もう、稲村とワグナーであんな試合見せつけられたらね。<laughs> もうマジ、もう何の問題もねえじゃんっていうね、感じがするよね。うんえー、レモネーさん、メインはいい意味で、昔のガタイがでかい者同士のゴツゴツした試合内容に、ルチャも融合した満足度の高い良い試合だった。いや、そ、もう本当それです。 本当それだと思いますねうん。ちょっとね、あの腰を痛めたり、稲村さんは脇腹かなを痛めたりして、思うように動けない展開もあったかと思うんですけど、そういう思うように動けない展開の中で何を見せるかみたいなところもね、プロレスラーのこう腕だと思うんでねうん。そんな中でもあんないい試合してくれたね、二人は最高ですよ。これからもね、稲村さんがどん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 上にね、 こう上のメンバーとね、えー、後ろの方で試合するようになってほしいですね。うんえー、乗組員さん、新日もケニー・嫁が決定して、AJ スタイルを匂わせてますが、海外はあ日本マットをどう利用したいのかと、来年はまた動きがありそうということで、ですね、ケニーさんがオスプレイとやるってことですよね。はいまあね、どうなることやらと。 まあ、新日も AW とのつながりが、強いと思いますんで、そんな中、どうやってね、WWE とまたつながっていくのかみたいな、カール・アンダーソンの件もありましたしね、うん、どうするんでしょうね。まあ、でももう、いや、ノアが面白いんだよな、俺な。<laughs> 今な、<laughs> ノアが面白いんだよな。うん。 えー、TK さん、矢野藤村のタッグ挑戦も近いうちにあるかもです。ということで。あ、ジュニアのね。うん矢野くん君はね、そろそろなんか新しいコスチュームなんぞ。藤村選手ももしあれだったらね、そろそろあの二人も新しいコスチュームをーなんか作ってもいいんじゃないかなっつってね、思いますよね。小沢くんいますからね、今ね。一番下はね。あと一人ぐらいね、また出てくるようになれば。 ノアもうどんどん分厚くなってきますね。うん。えー、上野さん。えー、稲村さんはラオウ。キオピはトキ。ああ、本来はケンシロウはゴーさんなんだろうけど、てんてんてんと。えー、敵に対するえぐみ、非常さで見たら勝彦になるかな、ということで。まあね。キオピトキな。 うんでも稲村はなんつうかこう稲村はもうあのコスチュームからしても山の不動って感じですよね <laughs> 山の不動だじゃないか稲村はっていうとこですねまあラオウはね剣王という名前もあるぐらいですからね剣王さんがラオウで <laughs> 言ってもらう感じでもいいんじゃないかと思いますけどね。はーい。トミみみさん、ようやく参加できました。ありがとうございます。今日はね、えっと、9時前にはね、終わりますね。はい。TK さん、プロレスを見て、まあまあ長い歴ですが、両者リングアウトを1試合で2回やるのは初めて見ました。いや、僕も初めて見ました。<laughs> いや、楽しかったっすよね。ペロスの入場を、まあ、ある、ある意味2回入場やって、みたいな。ね。 ねえー、リングアウトを2回やるっていうですね斬新でしたね <laughs> めちゃめちゃ面白いトミ、えー、さん、えー、武道館タッグ勝った方が定期参戦しそうですねああそういうことかこぶえっと杉浦ー小島組 VS 丸藤健太組だったわけですよね で、えー、杉浦さんたちが防衛すれば、小島さんがそのまままた、あの、ノアに来てくれると。で、え健、ー、ケンタさん、マルケンが勝つと、ケンタさんが今度はノアで戦うんじゃないか。みたいなこと確かにね。いや、でも、ケンタ選手のポジションだったら、新日が、貸し出すっていうことはなさそうな気もするんですけど、ね、今、どんなポジションかは、まあ、よくわかりませんけど <laughs>。うーん。 ねえー。たまさん、えー、はじめまして、こんばん、ワグナードライバー。こんばん、ワグナードライバーとかいうやつが、はじめましてなわけないやろーっちゅうて。<laughs> <laughs> えー、乗、えー、組員さん、竹下選手のダブル所属は大丈夫かなってことで、まあ、ねえ、いいんじゃないですか。<laughs> まあ、竹下選手はもう DDT の器というか、に収まっていてもっていう感じもせんでもないんですよね。これ悪い意味で言ってるわけじゃなくてね。だから、竹下さんはもう a w の方でバンバン活躍して、で、活躍しつつも、 俺が,俺が全てをて学んできたのは DDT だみたいなことをしっかりとコメントで残していけば、まあ、特に問題ないのかなって思ったりはしますけどね。うんえー、富ミさん、えー、小島選手か健太選手か健太選手提起できたらパハロンさんのあさっちゃうのさらないよ <laughs>。さりません <laughs>。まあそらね、例えばね。あのー ケンタ選手がね定期参戦することになりましたとほんで、まあ、もしねあの郷さんのがなんかメインで締めてる瞬間がありましたとでアイアムのはウィーアーって言った瞬間にドーンってねケンタが襲ってきましたってなったらちょっと考える<笑><笑>ええー、上野さんやっぱり不動ですかとじゃあ鬼の不動になってほしいそうなんですよやっぱ鬼の不動を見せてね稲村しきね そういう使い分けもできるからいいよね優しいあいつが実はめちゃめちゃ怖かったっつってね、えー、TK さん、えー、武道館で小川瑛太のシングルあるんじゃないですかねってことでどうなんでしょうね武道館のカード次第みたいなとこもあるかとは思いますがうーんおがでも小川瑛太ノーベルトでやった方が面白かったりもするかもしれないしなー えー、ヨヨさん、ジュニアタグいい試合でしたが、あ強い混同を避けて勝っても意味ない。リマッチなら混同を超えて欲しかったな、ということで。まあね。まあでも、作戦みたいなもんですからね、うん。正面、確かにね、強いやつを正面切って超えて、あの、勝って手に入れる。 っていうベルトっていうストーリーもあるだろうし、まあ、今回も,もうなんかドモードでしたよねあの小峠吉岡組はねもうど根性モードでこうベルトを手に入れるっていう感じの、まあ、試合だったというところでまあでもそれに関してはまた近藤さんが新たなパートナーを連れてねまたあの戦うとかっていうのもありなんじゃないかなって思ったりもするんでその辺なんかこう期待したい部分ではありますね。うーん 16号さんノアは若手ヘビー級の育成発掘が今後の成長の鍵賛否はあると思いますが全日本 DDT グレートは積極的にインディーやフリーへの若手ヘビー級を発掘し入団させたりしているとノアはベテランや実績重視ですが他団体のそういった部分も取り入れて、えー、も良いのではないかいやまあそうですねそれは全然そういうやり方もありだとは思いますし うんここね難しいっすよね正直で、ね、やっぱそのもうでもやっぱ基礎がしっかりしてる若手見るとめちゃくちゃ嬉しいし。<laughs> <laughs> そういう意味ではノアのね、確かにあのデビューまでの道のりはすごく厳しいのかもしれないんですけど、デビューしてからの動きのね、感じとか見てると、なんか成長スピードも、あのデビューしてからの成長スピードも結構、まあ、僕は矢野くんと小澤選手しか見てないですけど、ノア好きになってから見てるのはね、成長スピードは速いし、ま、たアピールっていう部分はね、下手な部類に入る選手が多いかもしれないですけれど、いや、なんかね、 なん、なんとも言えないですね。軽く、軽、なんか軽くなってほしくもないし、重すぎて誰も出てこないっていうのももちろん嫌だし、<laughs> バランスがめちゃめちゃ難しいっすよね。うん。えー、ルイさん、えー、ワグナージュニア素晴らしかった。あーモーリスもいい。えー、でも、いい外国人が来ると、不安になってしまう。ザック、TMDK。<laughs> あの、新日に取られちゃうみたいな。<laughs> まあでもワグナーはね、そうで、メンバー動画でも話したんですけど、ノアは、この間、丸藤さんと中島選手がアメリカにね、行ってた時に、トライアウトやって、一人ね、2人合格したらしいんですよ、そのうちの1人はツイッターとかで見たんですけど、またね、すげえイケメン来るよ。 <laughs> ちょっとね、ジャック・ボリスもうかうかしていられないぐらいのイケメンレスラーがまた来ちゃいます。うん、だからノアね、本当にいい選手はしっかりなんかこう、プロテクトしてほしいはしてほしいですけどね。契約でね。うん。えー、斎藤さん、お久です。私が斎藤です。今日はかなり熱い戦いが多かったですね。と、さっきと怒りと必死さがあって、武道館がますます楽しみになってきました。いや、まさにそういう感じでしたね。さっきと怒りと必死さと。 まあ、あとは、あの、笑いもね、あって。<laughs> ペロスのねお、お笑い、あの、お笑いって言ったら失礼だな。こう、わ、ちょっとクスッと笑える部分もあったりとかして。いろんな感情がね,ね、を揺さぶられる素晴らしい興行でしたね、今日はね。うん。 えー、グラント、中さん、えー、竹下選手は DDT に席を残して AEW で、えー、やるってだけかと、と、イブ選手は両団体フル参戦とかしてましたからねということで、まあそうですね、多分そうだと思います、DDT にはビッグマッチとかで帰ってきたりするんじゃないですかね。だけども、なんていうんですかね、樋口選手との、えー、DDT の,のチャンピオンの、えー、ベルトをかけた試合の後のコメントとか聞いてたりしても、なんかこう。 ああいうコメントを聞いてると、なんか DDT の中でこういてもな、みたいな感じがすごく伝わってきちゃってな、みたいな感じがするんですよね、うんえー。ねじるさん、新日で1月が契約更新、いっそ、健太選手の復帰で良いのだよってことで、そこなんですよ、そう、新日はね、1月が契約更新なんで、まあでもなー、どうなんでしょうね。うーん、武藤さんが抜けちゃうからね、武藤さんのギャラの分をね、 <laughs> 誰,か誰かと分け与えるみたいなね。うんえー、TK さん、拳王と健太の構想を見たい。なるほどねおー、まあ。稲村選手もね、またぶつかっていくだろうしね、そうなってきたらねおー、えー。グラン田中さん、それはともかく今の塩崎健太というのも見たいカードではあるんですよねってことで。なるほどね。ーさんもないつ復帰するんだろうな。12月12。 スターナビゲーションあたりで復帰宣言をして元日武道館では、まあ、とりあえず試合するとかいう感じだったりするのかなぴょんさん、えー、遅ればスながらこんばんはヴェノスノーチです。えー、南野陽子ファンの集いですか <laughs> にしては南野さんの話題がないですね。ないです <laughs> 南野陽子ファンの集いなんかしてません <laughs> TK さん、パーハロさんも言ってましたが、そろそろヘビーの新しいユニットが見たいですね、ということで。ね。うーん、ヘビーのね、新しいユニット、なんとかならんかっていう感じがね、するんですけどね。うん。やっぱもう、藤田さんがザ・ビーストっていうね。 ユニットを立ち上げて、もう野獣感のある選手を全部そこにぶち込んでいくっていうね、流れを考えてるんですよ、個人的には妄想で。うん、だから、藤田和幸、えー、稲村佳樹、えー、中島勝彦とかね。<laughs> で、あのペロスの、ね、メンバーをも、あのそのビーストに、ビーストというユニットに入れて、ただヘビーとね、ジュニアと一緒にいるから、一つの軍団として成立するみたいなね、感じでね、楽しみですよね。うん えー、ミ野さん、稲葉さんはそろそろ自分に何を足したら上に行けるのか、あ、ほんまに考えないといけない気がすると。清備の合気道みたいにね、と。このまま行くと体を白く塗って文字を書いたり、赤紙で風船つけることになるぞ。頑張れ、稲葉。おい <laughs> 後藤さんと岡田さんの悪口はそこまでだやめろ<笑><笑> いやでも、稲葉さんはなでも、N1 あとぐらいの稲葉さんってこうちょっと勢いあったなって思ったんですけどね、やっぱ結局ね、そこで何を残してぶち上がっていくのかってめちゃくちゃ大事なんですよね、今もう、ノアもね、本当に選手層が熱くなってきたんで、待ってて何か。 チャンスが来るっうん N1 終わりくらいの稲葉さんすげえ良かったなって思ってたんだけどねうん、えー、レモネーさん今のノアでは近藤はジュニアのラスボス確かに <laughs> 強すぎるぴょんさんケンオー選手が戦いたい相手ってケンタ選手じゃないのかなとファイトスタイルも似ているしお前言ってたよねベルト持ってた時期だよね おうおう新日で戦いたい奴がいる。ああ、そうかもしれない。え、も,もしかしてそこが振りだったとしたら、これ壮大な振りだよね <laughs>。<laughs> えー、TK さん、同情マッチで見た小澤選手、技の見栄えがデビュー戦に比べて格段によくなってますってことで、そうなんですよ、同情マッチね、ちょっと見れてないんですけど、あのー、矢野君のね、まあ、矢野君が特別なのかもしれないですけど、やっぱ成長スピードの速さをですね、あのー、見てると、なんか、すごい速いよなって思っちゃうんですよね、うん、矢野君見てるとね。小澤君もそうだったとしたら、 まあ、ノアの育成って、まあ、確かに、えーこう、ポンポン、新人はデビューしないけれども、みたいなところがやっぱあるんと思うんですよね。うん。ぴょんさん、丸藤選手と中島選手のトライアウトって、えー、丸藤選手のチョップと中島選手の蹴りを受けて合格したのかなだとしたらすごい選手です、なんて。<laughs> いや、でも、トライアウトの写真見たんですけど、めちゃめちゃトライアウトを受けてましたよね、あれ。人数何人ぐらいいたのかな 30人ぐらいいたんじゃないかなっていう、40人ぐらいいたのかな感じだったと思うんですよね。そっから2人選ばれてるとこだったんで、はい。期待っすよね。期待。えー、カさん、えー、来た本日の豆知識え今日の日曜日は初代タイガーマスク、うー、佐山悟さんですか ?65 歳の誕生日。ちなみに、今日は全日本プロレスの諏訪山選手46歳の誕生日です。おめでとうございます <laughs> <laughs> いつも似知識ありがとうございます<笑><笑>、えー、斉藤さんショーンレガシーあそうショーンレガシー選手トライアウト合格した選手ですねはい楽しみ、えー、それに、えー、例の武田さんからのオファーで来日するうーレスラーあ確かにいましたね、えー、TK さん今のノアで海外で一番通用するのは稲村のようなあのファイトに言葉は必要ないですねでも、まあ、確かにねもう全部ぶちかましてってほしいですねはい えー、グラント中さん、12.19の後楽園にゴーさんのファンの三宗さんがあ解説ゲストの来るそうだから、あー、確かに。やっぱスターナビゲーションか。そこで復帰宣言するかもしんないね。で、三宗さんが泣いちゃうみたいなね、ことあるかもしんない。ぴょんさん、ゲストといえば山田邦子さん最近来ませんね。ちょっと寂しいのは俺だけってことで。まあ、なんかあったんでしょうね。 アベマ判断なのかレスリーリバース判断なのかあのノア判断なのかは分かりませんけどまあ何かあったんでしょう、うんえー、ジュニアヘビー級八冠王者さんグレートムタが来るな、えー、武藤慶司と中村俊輔の試合みたいな早くえっ、ー、と中村俊輔と試合するのはグレートムタでございますはい えー、スシトルイさん、えー、パラさん、はじめまして、こんばんび。はじめましてや、ないやろーって言って。えー、今日はメインが素晴らしかったです。ねめっちゃめっちゃすごかったよね。うん。えー、ガ武道館は、ムタバーサス、中村あ。まさかの丸剣復活。メインが食われかねない豪華カードで楽しみです。ってことで。もうこれでね、もうバンバン集客して、本でもって、あのー、剣王、清宮、ここにバンバン客つけていこう。<laughs> な。 うん、もうでもこの剣王清宮でねに客つけるしかないと思うんでね楽しみナイスパーグラシアスカミラさん新しいユニットなーとマイケルエルガンマットサイダル森島でリアルヒールとかどうですか薬の悪口はそこまでだ <laughs> いやエルガンは薬じゃないかもしれないけどねはい 16号さん、不動の外国人エースが確立されれば、ノアはもう一段上に行ける。数年前に N1 に来たハマーストーン良かったけど、また来ないかなってことで。それが今ね、ワグナーですよ。イホでドクトル・ワグナー・ジュニアですよ。ビバ・メヒコ、ビバ・ハポン、ビバ、ノア。ワグナーです。はい。えー、グラン田中さん、トライアウトのあの写真見ると、モリス選手って本当に大抜擢だったんでしょうねって。もうあの、だってね、アイルランド、 ですからね、なかなかよう発掘してきたよなって感じですよね。うん、えー、富士さん、その昔、ケンタ選手との戦いが慶王選手の遺跡のきっかけ。え、そうなんだ。そんな因伝があるんだ。じゃあ、ケンタ選手かもしれんね、戦いたい相手ってね。うん 斉藤さん、自分は欠場している岡田選手がどんな形で復帰するのか楽しみなんですよね、と。えー、中島選手の因縁があるので、どっかで、えー、襲ってほしいなと期待はしているんですけどね、<laughs> ってことね。いやまあ岡金は、まっすぐ襲、襲う感じじゃなくて、こうね、あのー、普通に戻ってくるんじゃないですかね。うん。で、そこからまた、何かしら地道に積み上げていくんじゃないかなって思ったりはしますけどね。う トシヤゲさん、パンさん、こんばんは。ベネス・ノーチェス。1.1のゲストは誰ですか ?1.1、えー、のゲストは、えー、確かファンキー加藤さんと松木里奈さんです。はい。<laughs> そそれじゃないって <laughs>、えー、プロレスラーですかプロレスラー1.1は、あの、ガン元日武道館っていうのがノアの工芸であるんですけど、えー、グレート・ムタ・バーサス・シンスケ・中村。えー、あと、 小島智杉敬剛 VS 丸藤健太、ねえー、清宮 VS 健王というところでございますはいノルクミさん清宮選手は同場長なんで彼が育てた選手が出てきた時に新しいノアがあできると思うということでいやまあそうっすよねだからもう1人ぐらいね今年中にデビューすると面白くなりますよねうーん えー、ジュニアヘビー級八冠王者さん、グレートムタも武藤刑事も同一人物でしょいや、あのー、武藤刑事は武藤刑事なんですけど、グレートムタは魔界の人なんで、同一人物ではないんじゃないかなうん。えー、ひーさん、こんばんは、えー。今日は声出し工業としては大正解だったかと。 えー、あとは、声出し工業を重ねるうちに、自然と、のは独自のお決まりコールができるのでは、まあ確かにね。まずあの、選手の呼び名が確定してないのが何とも言えないとこあったりするよね <laughs>。まあ、清宮なのか、海トなのか、みたいなね。稲村なのか、吉木なのか、というところね。あ,あの辺がこう固まってくるとね、いいですよね。うん。えー、シャイニングウィザーの、 えっと、ジュニアヘビー級さんは、シャイニングウィザードもドラゴンスクリューもそもそも、あ、なんか、新日見ながら感想してんのか感想言ってんのかなうん、ランスアーチャーも書いてたしな、あシダはなんかダメやんって書いてあるし、剣王面白いって。 あなるほどね。えー、TK さん、次のナショナルの挑戦者は誰ですかね中島あたりはっていうことで。今日は何もなかったから、どうですかねバックステージコメントで誰も発信はしてないですよね。なので、またそれそ、そ,のそれこそスターナビゲーションあたりで決まるんじゃないですかもしかしたら。でも、ワグナーがいる間にやっ チャレンジしてもらった方がいいとは思うけどね。挑、う、戦、ん、表明ね、うんあ。タマさん、あモ、モリ氏は酒。ぴょんさん、ワグナーは突き抜けた感じですねと、そこにモリス選手がどう絡んでいくのか、もしくは他の外国人が絡んでいくのか。あ、そうだね。僕の予想だと、ジャック・モリスがチャレンジするんじゃないかっていう説を,を,を唱えてはいたけれども <laughs> ど、どうなってくんだろうね。 うん。えー、ねじるさん、剣王手鈴木軍構想の時ではあ、そうなのもう、まあ、僕はその辺ね、全然知識ないの。もうここ2年ぐらいのノアファンだからね。うん。えー、ジュニアヘビー級さん、えー、ケニーとオスプレイの US ヘビー級タイトルも見たいな。じゃ新日のね、ワールドに入ってみてくださいね。はい。えぇ、ー、三沢さんがいた頃のノアは、 ノアプロは面白かったなってことで、えー。僕は今でも十分面白い。今でもっていうか僕は今のノアしか知らないんですよねあ。で、2020、多分三沢さんがいた頃のノアが大好きだったとしたら、どうですかね ?2020 年の塩崎号の防衛ロード。これは最高だったんじゃないかなと。もし見てないとかだったら、あのー、レスリーニバスに入って、はい、ぜひ、はい、見ていただければと思います。2020の塩崎号の GHC 防衛ロード。 僕は最高だと思ってるんで、伝説級だと思ってるんで、よろしかったら、ぜひ。えー、お肉ちゃん、えー、今活躍している海外のプロレスラーは、みんな2000年代の丸剣を見て育ってて、えー、現代プロレスのひな形は、その頃の丸ンってのが通説。マジ。豆知識これ。<laughs> お肉ちゃんの豆知識これ。<laughs> えー、16号さん、あカ金も清宮同様かなりシェイプしてたけど、復帰の時は逆にでかくして帰ってきてほしい。特に外国人選手と試合すると今のウェイトではきついと思う。なんすよね。だけどこう、稲村さんもなんか今日解説で言ってたっすよね。こう120をオーバーしてたけど、それだと動きがなんかおかしい、おかしいっていうか、なんかつ自分についてこないから120キロにまで落としたみたいな。だからそれ,それぞれのベスト体重あるんだろうなとは思うけれども、 やっぱこうなんかね僕も個人的にはやっぱプロレスラーってなんかすげえでかくてなんぼみたいなところがあるんでねやっぱでかい選手、好きですよね。斎、えー、藤さん、日本武道館のゲストはファンキー加藤さん、松木玲奈さんに加えて、えー、空手、あ今、あの剣王とコラボしてる上、うん、草選手に来てほしい、あ来てほしいあ確かに上草選手ね、ね面白いですよねなんかちょっと天然っぽいところもあって。<laughs> ぜひ来てほしいっすね。ウルフ・アロンがね、もうなんか新日に、柔道やめたら新日に上がりたいみたいなこと言っちゃうもんだから、ノアのね、解説に呼ばれといて、<laughs> この野郎って思いながらね、見てましたけど、はい。えー、てるささん、えー、こんばんは、ベナスのチェース。えー、この前の合同行は、ムタが何もしなかったから残念だった。岡田選手にミスしたら盛り上がったのに。 あースターダムとあ、あのー、新日の合同工業ってことね。で、ってことね。で、ムタは確か、あのー、オーカーに毒斬りしてたよね。うん。まあでも確かにね、むちゃくちゃやってね、帰ってったらよかったのね。もう全選手に毒斬り浴びせてね、帰ってったらよかったのに、ね。フ <laughs> えー、乗組員さんはワグナーがメキシコでベルト落としてきたりして。 <laughs> い,やいやいやいやもう <laughs>、あ、ナショナルは、あのー、特別なことがない限りあの、国内でしかできないんですよ。あの、もともと、その、ナショナルベルトの理念みたいなところですね。えー、ベルト創設時に語ってる理念があるんですけど、あの、特別なことがない限りは、基本的に国内でやるっていうのが決まりなんで、多分海外ではやんないかな。うん。えー、ぴょんさん、そうなの、お課金。ね、お課金ね。 トシヤギさん、去年の、えー、元旦武道館に、自分の席の斜め後ろに、ノア・ライガー、ああはいはい、ノア・ライガーがいたのですが、妙に静かに観戦してたので、偽物ですかということで、えっ、ー、と、まあ、そもそもノア・ライガーというですね、<laughs> 重心サンダー・ライガーはいますけど、総理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 、ごめんね。みんなごめんね。大丈夫かな聞こえてるかなあのー、そもそもあの重心サンダー・ライガーっていうのはいるんですけど、 あのえー、ノア・ライガーというのはですねそもそもあのねあれですのででもノア・ライガーさんね僕はツイッターであのフォローして見てますけどあのなんかすごく言い方っぽいですよねすごくあの言い方い,いい人っぽい感じですね。 はい,でいろんなプロレス見られてるんだなとで、ライガーで必ず出陣していくんだなっていうことですごいこだわりで素晴らしいですねはい。まあでも、だからノア・ライガーっていうのは、だからもともといる、いないみたいなことになってくると、あれですけど、でもノア・ライガーがそこに存在していたということは、利明さん的には事実なので、それは本物ですね。<laughs> <laughs> えー、レモネーズさん、稲村の時の吉木コールは違和感あるなと。元 x ジャパンのファンとしては <laughs> そ。そはそは元 x ジャパンのファンだから <laughs>。違和感があるってことやんね <laughs>。でも、なんかわかるな。でも、どうなんですかね。コールってね。こう。 まあ僕は個人的にはね、苗字がい,い苗字の方がみんないいんじゃないかって僕は個人的には思ってたりするんですよ。その3文字が呼びやすいとかいろいろあるんですけど、やっぱりこの、名前を覚えてもらうみたいなところと感じていくと、苗字の方が実はあの一般、一般というか初見の方々もコールに入りやすいんじゃないかとかね、思ったりもするんですけど、まあ、まあそれはもう会場の雰囲気がね、決めることだと思うんでね。うーん。えー、 中村さん、こんばんみ、ベノスのチェース。メ、え、イ、ー、面良かったですよね。ということで、面良かったですよね。いや、ほんとなんかね、変な、なんつったらいいのかな。変、なんつったらいいのかな。こう、ショー、ショーを見てる感覚がないんですよね。ノアを見てると。 あの戦ってる感じの方が強いんですよね。まあもちろん正的要素がを感じることもあるけど、やっぱノアって戦ってるなっていうのを感じることの方が多いから、やっぱプロレス見たいよなっていう気になるんですよね。うんえー、TK さん、メインは稲村が勝ってセコンドの鈴木が名乗り上げると思いましたが、予想は外れました。ね。なんか仕掛けがあるかもしんないね、ナショナル。うん。23、ね、今も昔もノア面白いですよと。あとは極悪紹介のような。 つかみがあれば <laughs> やっぱこうねお面白い部分もね必要だね、うんえー、ポンタンブキさんやっぱ毎年代々木はサプライズすごすぎてやばいっていうことでねいやノアザベストっていう名前にもこう引けを取らない本当ベストな興行やってくれますよね、うんえー、中野さんおかき今どこにいるんですかってことでまあまだ復帰前だから 出てきてないっていう感じでしょうね。あのー、まあ、ゴーさんもけ、前の時の欠場中,中も、SNS はストップしてたし、なんかお課金もそんな感じになってますね。うん。えー、俊日斉藤さんあ、斉藤さん、はい、レネ・デュプリ、アンソニー・グリーン、サイモン・ゴッチ、ストライクス、あたりもまた戻ってきてほしいなと。そうすれば、またグローバルタッグリーグの復活ができるんじゃないかなと思いますね。ということで。確かにね、新日は今タッグリーグね、やって、 てはいますけど、まあ、バランスなんだろうなとは思いますよね。この辺もねうんでこれからねまたコロナが第7波第8波でしたっけ、まあ、なんか来たりとかっていうところもあるから。 どうそうなったらどうなっちゃうみたいなところもね、タッグリーグっていうのは出てきちゃうかなっていう感じがしますね。うんえー、ぴょんさん、丸剣といえば当時の GHC タグチャンピオンの三沢小川組に挑戦表明した時が最高。丸藤、社長、もう問題ないですよね。三沢、いいよ。そういう展開だったってこと <laughs> うわやっぱね、歴史を知ってると面白いね。そんな丸剣が。 今度ね、お正月、きっとお正月だと思うんですけど、元日武道館でね、復活ってことでね。えーん。えー、乗組さん、ワグナー選手があ試合後にわざわざタッチしに行ったマスクマンは誰だったのかワグナー選手が試合後にわざわざタッチしに行ったマスクマン。そんなんいたそんなんいましたいや、俺のこと <laughs> 俺のことかな うーんちょっとふ、ごめんなさい。あの、そこを傷ついてないから、ちょっとあの、振りなのか、ガチなのかが、ちょっと僕の中でわかんなくて <laughs>。いや、とりあえずボケとけよって話だと思うんですけど <laughs>。ちょっと今、ちょっとタイミング的にボケのタイミング逃したな。うん えー、テルマスささん、リオラッシュどう思いますかかっこいいですよねっていうことで。えっ、ー、と、テルマささんごめんなさい。僕はね、新日本プロレス見てないんですよね。うん。なので、まあ、リオラッシュ選手が、ヨー選手と組んでるんですかねえー、ってことだと思うんですけど、もう試合がね、もう全然見れてないもんで、うん。なんとも言えないですね。うん。えー、TK さん、後輩に、えー、遅れを取った北宮。 相当に嫉妬してるでしょうし、ぜひ元日に田中からベルト取ってほしいですね、ってことで。そうなんですよね。北宮選手は、あの、田中選手、ゼロワンの田中雅人選手が持っているチャンピオンベルトに挑戦するということで、えー、1月1日の午前中はゼロワン工業でタイトルマッチをやると。そのまま、ノアの元日武道館に来るという感じなのかなというところですね。 うん、ダブルヘッダーすごいっすよね田中さんは去年に引き続きダブルヘッダーでございますよね、うん、えー、どこまで読んだっけ、えー、あ神広さん、えー「ムタは引退後闘魂ビンタならぬ闘魂毒斬りしてくれんかなくれへんかな <laughs> もう一儲けできるなそれ <laughs> ファンクラブ限定とかで <laughs> えー、エメタンさん、はじこん、はじめまして、こんばんび、はじめまして,て、やないやろちゅうて、んえー。今日の天草は最高でした。最高でした、うん、いや、まあ、でも天草はね、面白いっすよね。うーん、まあ、ぶっちゃけ、ベルト取っちゃうんじゃないかなって思ったりしてます。はい、天草は。うん、でも、むしろ今日のね、 あのダンテの動きも僕は結構良かったなと思ってるんで <laughs> ダンテに任せてもまあいいのかなって思ったりもしちゃったりもうおっしちゃったりして <laughs> でも天草対忍者とかも見たいなみたいなね忍者マックとかもね見たいなっつって思ったりもしますよねうん、えー、16号さん私もプロレスラーは体格至上主義ですでかいことはいいことだと馬場さんも言ってましたということでねうんやっぱ迫力がねパッと見のパと見の パッと見でのもう強さというか印象みたいなもんがねやっぱ違うもんねうーん、えー、上ナマルケンカートマルさんがケブラーダで顎をフェンスにぶつけた試合がイメージ強いなそんな試合があんの <laughs> すげーなえな、ー、ポンタンブキさん谷口鈴木もすごくて感動したあれ2試合目な感じじゃなかったいやーねあのノアはねやるんすよ ノアはねああいう試合をね2試合目とか3試合目とかで持ってくるんですよねうんなんかこうシリアスなね感じがすごく良かったですよねだからまあ稲葉さんも谷口さんもそうなんですけどそのお何か変わったんじゃないかみたいな雰囲気今日のあいつはすげえ良かったなみたいな ことをファンにね、感じてもらえるタイミングってあ,あると思うんですけど、やっぱそれをこう何回続けていけるのかで、だいぶ変わってくると思うんですよね。で、ファンの後押しがバッて来たら、やっぱりその、ベルト挑戦に対する機運みたいなものも高まってくるだろうし、自信を持っていろいろとね、あの、レスラーも発言したりね、こうできたりするかもしれないし、非常に楽しみですよね。うん。えー。 グラン中さんお中きん選手は有料記事で割と元気にやってます。ゴさんも。あ、そうなんだ。有料記事読んでないからな、俺な。うんいああ。ああいう、新日の時もね、あの、なんか月額300円のやつとかにも入ってなくて、選手の日記とかあんま読,読みたくないというかですね。<laughs> 勝手にじ、自分で勝手に妄想を膨らまして楽しみたいので、なんかあんまりこう、選手の言葉をし,しっかり読まない。 っていうかねそういう有料記事にもいかない <laughs> みたいな感じになってるんですけど僕はね。うん。エルさん、観客的にいたマスクもああ、はいはいはい、こう最後にこうなんかタッチしに行ったやつ。あれはですね、多分きっとワグナーのマスクをかぶってたから、ワグナーがすげえ嬉しかったんでしょうね。<laughs> えー。 パンクシーさん、こんばんは。ベナスのチェイス、えー。武藤選手引退後ののは、昔の全日本や K1 みたいな外国人天国になってほしいです、えー。プロレスの原点回帰ですね。ということで。いや、でも、まあまあまあ、バランスかなとは思いますけどね。うん。新日本プロレスも今や外国人天国だと思うんですけど、ね。 おなんか、なんか違う、なんかなって思ったりもすることもあるんで、個人的にはね。まあ見てないから何も言えんけど、あのー、まあ、まあでもまあね、好き嫌いね、それぞれあるからね。うん。えー、斉藤さん、それにしても、ケンオ選手の清宮選手に対しての煽りとか人を怒らせるやり方、えー、観客の乗せ方は抜群だとつく,、えー、つくづく思った。 今日の清宮の表情は今までなく熱くなってて良かったですねってことで。いや、そうなんですよね。だから今日の清宮を、今日の清宮を引き出したのは、まあ、紛れもなく剣王ですよねなので、このまま前哨戦を繰り返す中で、いろんな話題を振りまいていってほしいなとは思いますね。うーん えー、グランタ中さん、えー、今の新日こそ外国人天国。<laughs> そう、そうっすね。僕もそう思います。タグロさん、はじめまして、こんばんミ。はじめまして、ナイヤロー、中体。はい。えー、としきさん、1.1、えー、外は寒いですけど、元日武道館を見て幸せな気分になるの確定ですね。ってことで。いや今年の元日武道館はね、すごいじゃないですか、だって。 めちゃめちゃもう中村晋介来ちゃうし、グレートムタはやっとやっちゃうし、きっと今日今年のね、元日武道館まで後悔しないと思いますよ。TK さん、相変わらず今日も小島選手の会場人気がすごかった。これはノアは手放さないですね、ってことで。うーん、もしかしたらね、小島さんがね、ノアにね、うん来てほしいよな。<laughs> えー、ぴょんさん、清宮選手はケン選手と相性がいいんだろう。えー、選手相手だと、清宮選手はがむしゃらになるし、迷いが見えないような。いや、まさにそんな感じですよね。うん。だから、こう、なんか遠慮する部分がなくな、なく、ないっていうところ。はい。えー、っていう感じですね。うーん。えー、 ピョンさん、えー、じゃない、えー、タグロさんあ、ラグビーのジャージ着たおっさんが変なタイミングで手拍子開始するので、いまいち収集中、集中できませんでしたが、<laughs> そうなんだ。変なタイミングで手拍子開始する。いやー、なかなか、近く、まあ、まあ、近くにいるとな、気になるな、そういうのな。うん。えぇ、ー、テルマスターさん、ノアは TMDK も引き抜かれて散々ですね、ということで。 まあでもね、いろいろ時代背景だったりとか、運営の状況だったりとかね、っていうのがありますから、ノアのもう潰れかけてたことを考えれば、外国人選手をね引き止めることも当然できなかっただろうし、それはそれで仕方ないんじゃないかなとは思いますけどね、その代わり、今、いろいろね、ニンジャマックだったり、ダンテレオンだったりとか、ワグナーとかね。 いろんな外国人選手が来て、めちゃめちゃ面白くなってるんで、まあ、僕は見てて楽しいですけどね。うーん。えー、拓郎さん、僕も谷口、何やってんだよ。行け待ってないで行けよって現地でむっちゃ叫んでました。まあそうなんですよ。こどう考えてもね、こう、ラッシュというかね、畳みかけるターンがあったはずなんですよ。だけども、やっぱり、そのす、すごく良かったとはいえ、 あのー、なんか待ってる感っていうのがね、まだ見えてしまっているので、そういうタイミングがなくなると、谷口選手、めちゃめちゃ面白くなるんじゃないかなと思ってますね。うん、ね、はい。えー、上宙さん、えー、谷口さんは悪の化身、スタイルを武藤さんから継承したら面白いので、うわ、マイバッハを、結局マイバッハやんけ。<laughs> えー、ポンタンブーキさん、ね、世界にもっと忍者を広められるから元日で忍者対ドラゴンリーみたいな。あ、そうだよね。ドラゴンリーが丸藤さんとアメリカで会ってて、あのー、戦いたいみたいなこと言ってたよね。お願いしますってツイッターで上げてて、いや、もうドラゴンリーも,もうノアに来ちゃえよって俺本当に思った。<laughs> もうドラゴンリー一派あの辺全部ね、もうミスティコ、ルーシュ、アンドラーデ、あの辺も全部 <laughs> ノアで <laughs>。 <laughs> まあその辺なんかこういろいろ関係があるんでしょうねうんでも CMLL とノアって特に関係なさそうだからなんとかいけんじゃねえかなって思ったりするよねうん、えー、16号さん実前日は結構でかい日本人が多いので、えー、サイバーマネーで吸収すれば新日と合格になるとは思いますが無理でしょうねと前日ファンを悲しめますしねっていやまあそうっすようん敵対的買収はね どうしてもね。よくないね。うーん。拓郎さん、なんだとこっちはら、某プロレス YouTuber に、月額数百円課金しているというのに、その YouTuber は、有料記事を課金していないだと許せん僕も、かっこ僕も課金してません。課金してないんかいーうて。<laughs> まあでもね、あの、本当メンバーの皆様にはね、私はほんと助けられておりますよ。うん。ありがたいことでございます。すみません。まああの、ノアのね、 有料記事を読まないんですけどその変な感じ変な感情移入をしたくもないっていうのもあるんですよねなんかこうそういうのがあってねうんえー、安崎さん元日、えー、01で正喜タミヤがベルトダッシュして、えー、ノア工業で中島克彦とタイトル戦組んで <laughs>、えー、ベルトダッシュできなかったらノンタイトル まあでもね中島和彦正喜タミ也っていうのは今年の冒頭からねずっとやり続けてきたものですからまあ一旦ねストーリーは終了終了というかまあ落ち着いてるかなみたいなところですよねまあななんかで火がつくかもしれないですけどねうん。 ヒ、えー、ーさん、えー、ノアは引き抜き上等で若い外国人をサックする路線が合ってる気がするうー。ノアが育てた選手が海外で将来大物になって帰ってくれば大きなリターンになるし、帰ってこなくてもノアに行けば成長できる評判ができれば良い素材が集まりやすくなりそうということで、なんかね、本当契約でね、プロテクトオプションみたいなものをね、付けられるといいんですけどね。<laughs> まあでもいずれね、むしろね、ノアが。 もっともっとでっかくなっていって、まあ新日、新日とはね、実際、多分10倍ぐらい差があるとは思うんですけど、もう、それに追いついていっていけば、むしろ外国人選手が上がりたいリングと、ね、いうものにノアがなるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、選ばれるね、選ばれるノアであってほしいなって思いますよね。うん まあでもお金もね大事だけどね <laughs>。お金は大事なんだよね。えー。てるまささん、言い方が悪かったかな去っていくですねってことで。まあ別に悪気がなかったら全然問題ないと思いますようんい。いあの文字のね、やり取りって難しいんですよ、実際。文字だけのやりとりって。めちゃめちゃ難しいんで、はい。あのー。 まあ、そういう、なんで、ここではねあのた、ただ単にザックバラに雑談してね、楽しむだけなんだけど、あのそういうのも気づけるようになるとね、絶対、あの他のとこでも生きてくると思うんで、はいまあ、あの言い方が悪かったかなって思っちゃったら、そういう印象を与えちゃうんだなって思っ,思ってしまったということであれば、いろいろね、でもまあ、ザックバラに行こうぜ。<ー>ただ、言い方悪すぎるときは、俺は言うから、ちゃんと。<laughs> <laughs> えー、グラント・ナさん、えー、ケンオー・のシング、えー、キヨケンオーのシングルのタイトルマッチは、今回で6度目。二 <laughs> 人の因縁の歴史をちゃんと公式が伝えてくれれば、初見さんも乗れると思うんですが、あ、確かに。ビデオ作ってほしいよね。だから、ケンオー・のやつに関しては、こう、それぞれのね、ノア入団までの経緯と、 えー、入団してからどういう風に絡み合っていったか、みたいなね。ビデオ、YouTube でね、作ってほしいよね。うーん。たくろさん、えー、観客に叱られて輝く選手、谷口小峠。<laughs> いやー、でもね、まあ小峠さんもベルト取ったしね。あのー、あとはもう谷口さんだよな。うん。 えー、レモンデさん、えー、清宮には剣を絡みなしでも突き抜けてほしいです。そしたら真のエースになれると思う。まあ、そ,それはそうなんですよ。どん相手がどんなもの対戦相手であろうと、まあ、自分の考えであったりとかね、あのー、そういうものを、ね、突きつけてほしいですよね。うん、引かないっていう,、ねえー、いうね、本当に自分たちのプロレスを作りたいっつんだったら、みたいなどうどう、それがどういうものであって、 えー、それをどう突き抜け突き通していくのかみたいなのもねしっかり伝えられるようになるとどんな相手でも大丈夫だと思うんですけどねうん、えー、和也さんこんばんは見「v e n のチェーンス、えー」谷口は打って返してをやり合うんじゃなくて打ち込んでいってほしいまあそうっすよねその畳みかけのとこですよね、うんそのまあ 打打たれて打って打たれてっていうのの展開ももちろん必要なんだけど畳みかけるところでは畳みかけていかないとみたいなね谷口こいつやべえなって思わせないとそういうところでっていうねいう部分だと思うんですよねうんその印象がちょっと今日はね谷口こいつやべええー、っていう印象がは弱かったかなっていう感じですよね畳みかけっていう部分が弱かったりするとねうん でも、明らかに今日はなんか今までと違うなっていうのはみんな感じてたと思うんですよね。えー、乗組さん、自分のところで選手育て,育てなきゃだめだよ。かっこ。コーダ、弾、東京女子。<laughs> なうん。えー、TK さん、えー、小峠選手、稲葉選手は見た目も悪くない。 えー、身体能力も悪くないのになんかパッとしない印象なんですよねと個人的感想ですがということでんもう稲葉選手もショートタイツとかにしちゃった方がいいのかもしれないけどそうすると谷口選手と被るんだよな <laughs> うん、えー、カミロさんドラゴンリーが来たらついに最強の吸収人パーロンさんが出るあその前に小林が 来たら動くかなってことだから言うなってなドラゴンリーがやってきますねじゃあ対戦相手誰ですかって話になるわけですよもうすでにオファーは来てるのよねやっぱマスクマン対決って花があるわけじゃんねマスクマン同士で試合をするっていうのはやっぱ花があるわけよプロレスとしてね,ねでドラゴンリーはまあメジャーじゃないですかとねでも言うて あの九州ボーイズのパハロンさんはそんなメジャーじゃないじゃないですかとだからあのミステリー感をね出して売り出せばあのねきっとねあの売れますよって話で今ね話を進めてるとこだからうんら言うなって、うんえー、斉藤さん、えー、当時のノアはジュニアの丸藤とケンタで GHC ヘビーのタイトル戦をメインで盛り上がっていた えー、第3代 GHC 王者の小川さんが重量級のレスラーを相手に面白い戦いをしていたけれど、今の剣王と極めよな関係が当時の雰囲気に、えー、似ていてかなり感動してしまいました。うわーそういう,こう、ね、思い出をがこう乗っかってきて、ね、昔そういうこともあったな、つって。 やっぱ長く見てるとそういう感慨深いね、シーンにも出会えるんですね、プロレスはね。うん。えー、としあきさん、東京女子プロレスで、えー、リングに入場してきて、相手と向き合った時の目はば、目はやばい。バチバチの試合ばかりで怪我しないか心配して見ています。そうなんですよね。東京女子とか、まあ、女子プロレスあるあるだとは思うんですけどね。こう、華やかな入場、にこやかな笑顔。 でね、愛嬌を振りまきながら、こう入場をこうしてくるんだけれども、その入場が終わった後、リングでコスチュームを脱いだら、もう完璧に目が試合モードになっているっていうね。あれはね、いいですよね。うん。えー、拓郎さん、2020年までの映像は日テレが、あー、そういうことか。日テレが権利持ってるから、じゃなんかこう、イラストで。<laughs> なんかイラス紙芝居作るか紙芝居紙芝居作って YouTube で紙芝居ねそれいいんじゃないかうんえテルマスさんケニー対オスプレイを出してノアファンとしては中村ムタ以外に推しの試合ありますかケニー対オスプレイを出してノアファンとしては中村対ムタ以外に推しの試合まあでも実際元日武道館のカードっていうのがまだこうバチッと決まってないんですよ なので、あの <laughs> まあそのなんていうんですかねメジャー名前の、名前のメジャーさ、メジャー感だけで、えー、言ったら、そのケニー対オスプレイに対抗するとしたら、まあ、中村、ムタみたいな感じになると思うんですけど、結局、プロレスってその、その1試合にかける思いが、それぞれ、思いを持ち寄った試合があったりとかもするわけじゃないですか。 だからそういったものが、あの多分今後ね、どんどん出てくるんじゃないかな、対戦カードとしてっていうかところがあるんで、だからそういうのが決まればそう、ここはこういう感じで試合がね、決まるんでっていう、そういうストーリーを乗っけてみるみたいな部分も結構大事かなと思ったりはするんですよね。実際その、ケニー対オスプレイに思い入れを持って見る人もいれば、まあ、全く思い入れがない人もいると思うんですよ、じじ現実としてね。 うんだからそこはなかなか難しいですよね。こう名前だけで比較するみたいなのはなかなか難しいかなと思ったりもしますね。実際この中村対グレートムターという試合自体も、えー、例えば、えー、武藤さんが引退宣言をしてからして、えー、すぐにリスト 対戦引退相手の試合の相手をリストアップした時にあの中村俊輔がいたっていうことみたいなんですよね。で実際それを実現させるためにあの WWE と交渉してたんですけどその時はビン,ビンスマック・マホンあの政権の時でその時はもうポシャってたとうまくいかなかったと。だけど粘り強く交渉を続けた結果なんかこうね あのトリプル H 政権になってから実現可能になったとかねいろいろそういう裏話みたいなのがあったりするわけですよねあのプロレスの試合ってねだからまあ実際に元日武道館で、えー、対,なんていうの対戦カードが決まればあこれはこういう試合でねみたいな感じのことがいろいろまたい,い,いろいろ出てくるかなって思ったりするんですよねうん拓郎さん吉岡の浅いムーンサルトで頭から落ちたのが怖かった ね、いやでもまあプロレスあるからな斉藤さん自分はアメリカに在住していますがノアが営業実況を始めて以来かなり現地のファンも増えているのを感じおおそうなんだこちらのプロレス好きな YouTuber がノアの動画を見てリアクションをよく上げているし、えー、アメリカでは三沢さん小橋さんがかなり有名なのでそのつながりでまた見始めてるファンがたくさんいるいいね そういったファンも含め今度は元日武道館の、まあ、グレート・ムタ VS 中村俊介できっと今 WWE を、ね、の見てて中村俊介ファンの、ね、皆様方が今度はレスリー・ユニバースに入ってまた見てあのー、面白いじゃんって思ってくれたらそのままレスリー・ユニバース継続してくれるだろうし、まあ、その規模はやっぱり日本よりもアメリカの方が大きいだろうしだからそういうの楽しみですよね。 ぴょん、えー、ピさん、次の選手の中でパハさんが最強だと思うのは、1、お絵かき,お絵かき対決で、あの絵で勝ったあ渡辺美優選手。<laughs> 2、試合開始に遅れ、難、えー、波さゆりさんに歌ってつないでおけと言い,言い放ったあ山下美優選手。<laughs> 3、えー、中島翔子、伊藤真希、愛の雪といったセモ者を人狼試合で破った鳥羽美嘉弥選手。 ちなみに私は4、試合開始と同時に、水木選手と組みたいと言い出し、敵味方を問わず攻撃しまくった挙句、試合後、えー、後輩選手に楽しかったよね、と強要する辰巳理科。これ4ですね。<笑><笑>やっぱね、辰巳理科のね、あの、サイコパス感はね、やばい時がありますからね。<laughs> これ4ですね。<laughs> カミさん、パハさんの言うな、言うなっては、蜜の味。マンゴー風味。宮崎だからな。<laughs> どんな蜜出してんのよ。宮崎だったら全部マンゴー味になってまうやん、そんなん。ねえ。えー、ぴょんさん、スズメ選手はスズメバチだけにスティンガーに入って、えー、小川先輩から丸め込みの技術を教わったらなあと思うす。スズメバチでスティンガーに入って、 ああはいはいはい。いやでもね、スティンガーに入るとね、もう矢野くんものの、まあ、スティンガーに入るとっていうか、まあ小川道場なんですけど、小川道場に入ると、ほんとなんか一気に成長していくような。序盤の展開とかな。うん。えー、乗組員さん、言ってはなんだが、中村対ムタは入場がピークだと。<laughs> <laughs> まあ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 、それも、まあ、それは思いますね、正直で。うん、それは思う。うん。え、TK さん、プロレスじゃないですか今日のドイツ戦は見ますか一応ね、見たいなと思ってるんですよ。あの、うちテレビないけど、アベマがね、ワールドカップ無料でやってくれるんでね。うん、だからそれは見たいなと思ってます。はい。まあ、もともとね、僕、プロレスに来る前はサッカー好きだったんですよ <laughs>。はい。 で,でもまあプロレス好きになってからもうサッカーからも離れちゃって今の代表メンバーほとんど知らないですけどまあでもせっかくね無料で見れるんでね見てみたいなとは思いますけどはいえ拓、ー、郎さん、えー、元日にマルケンが GHC タグ取った後に謎,謎の宮崎県出身のマスクマンがケンタ襲撃すると予想だから言うな 拓郎 <laughs> も言うなっていやもうそれはまあ現実プランとしてもう上がってましたねあのやっぱりこのね YouTube やってるパーロンさんがまあどうしてもね健太さんに言いたいことがあるのは分かるとねだからその気持ちをどうですかとあの元日武道館でえ表現しませんかっていうねあのオファーはもちろん来てるうんなんだけれども やっぱこうまあ、それゆえに、まあとはこうペロスもいなくなっちゃったゆえに、まあ、こう絶対的なヒールみたいなのがね、ノアにはいないわけじゃん。だから、まあ、ここで絶対的ヒールになってくださいねっていう、ある意味そういうオファーだった。丸、ね、剣の剣を殴れと、ねあの。ベルト取った後にね、うん、殴れっていうね、あの来,て来ましたけど、はいまあ、残念ながらね。 こうちょっとね、絶対的に、絶対的ヒールはちょっと僕の路線じゃないということで、あの方向性の違いということでですね、えー、このオファーを蹴ったということでございますね。はい。えー、神宏さん、中村さんも三沢さんのエルボーに驚愕した一人ですもんねってことで、ああ、そうなんだ、そういうの全然俺は知らない。うーん。まあでもね、楽しみっすよね。うーん。 でも多分ケニーケニーオスプレイをやるっつうことはもう中 WWE が新人にってことは多分もうないよな多分なうんだからノアでしか見れないんだろうねきっとね中村俊輔ぴょん、えー、さん三沢小橋時代、えー、ノアのコアなファンって海外にも結構いましたえー、そうなんだ 田さんプロレス界三大さん付けで呼ばれるレスラー永田さん小川さん辰巳さん <laughs> <laughs>、えー、斉藤さん、えー、ロンガイさん引退後ノアも対談しちゃうんですかねと引退後もノアスタッフあるいはマネージャーかなんかで残ってほしいんですけどねとメキシコの、ね、人脈の沢さん野沢さんだと思うんでね野沢さん残ってほしいですよね。 斉藤、えー、さんとしては、ノア所属以外のレスラーでロンガイさん、鈴木英樹選手には残ってほしい願望がめっちゃあるんですよねってことで。これ、なんだかんだ言って、野沢さん、俺、ノア所属なんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> うん、違うのかな一回ね、ドラゴンゲートの方行ってたけど、あれも結局、その橋をつ、なんていうか、橋渡しというか、こう、ね、協力関係を作るっていう意味で、出航してたみたいなね、感覚だったりするのかなみたいな。 てるまささん、えー、結局は武藤さんがいなくなってからが勝負でしょうねってことで。いや、そうなんですよ。猪木問答曰く武藤問答とかやったら面白いと思う。あの、あのなんかね、それはね、俺は猪木さんみたいにできないよってって、今、ノアの、えー、と公式 YouTube の方で武藤さんの動画が上がってるんですけど、俺はもうあの道とか読めねえしよみたいなことをね、武藤さん言ってたから。<laughs> 意外とそういうのないんだろうなとか思いつつね。あれですけど。まあでも武藤さんね、なんかこう、どんなね、終わり方をするのかとか、その引退試合ね、どんな風にやるのかっていうのね、妄想するのもね、一つ楽しみなんでね、うん、妄想動画もね、また作ってあげてみたいなと思いますけどね。はい。えー、カーボンヒルロさん遅れまして、こんばんみ、ベナスのチェース。えー、今会場から帰宅、現地組、裏 <laughs> 山、ま。 えー、セミ前からの3試合でもお腹パンパンです代々木大には最安でも見やすいですねってことでいやー今日は現地組は絶対まあ絶対とは言わんけど今日はでも現地組はねハッピーだったでしょうよ、うん、稲村ファンも悔しいかもしんないけどあんな試合見せられたらさメインでねえ稲村やっぱすげえなって思っただろうし俺たちの稲村って誇れるなって思っただろうし うん、今日はだいぶ多くの人が幸せになったんじゃないの、うん、えっ、ーえー、と、ポンタンブーキさん、えー、ペロス解散してジュニアの構想に注目してるんですけど、どうなると予想してますかあと残ってるペロスメンバーはどのチームに行くと思いますかあこれはね、まあ、妄想で僕はメンバー動画で、まあ、妄想で言いましたけどあの、えー、ビーストというですね、ユニットをです、ね、作るんですよ。誰が作るかって言っ 藤田和幸。<笑><笑>でモン、モンスター味のある、モンスターとか野獣とか、そういう感じの雰囲気の選手をそこに集結させるっていうね。はい、妄想ですよ。<laughs> な,んかなので、えー、藤田和幸、えー、稲村良樹、稲村良樹、うんえー、中島勝彦。で、あとそのペロスの今のエイタとか、スペルクレイジーとか、小太郎さんとか、ね。 あの、その辺はもうそのモンスターに入れるわけ。あ、ビーストに入れるわけ。ユニット、新ユニット、ビースト。うん、そこに入れる。うん。そうするとね、相当強いユニットが出来上がるんで、こうまた一つね、ノアの中の一つの核になるんじゃないかなと思ったりもするんですよね。うん。えー、としあきさん、最近よくシュープロを買うようになった。えー、そうなんだ。素晴らしい。シュープロもね、こっちはもう、3日ぐらい遅れてくるんだよな。多分、近くの本屋に。 だから、水曜発売とかのやつ、土曜日とかにしか買えないみたいなね、感じになってますね。はい。え、TK さん、野沢論外と鈴木小太郎、実はそこまで仲良くない説。YouTube のインタビューを見ての感想。ああ、まあね。語るのももったいねえよ。みたいなね、こと言ってましたけど。でも、そん、どうなんでしょうね、その辺はね。うん。え、拓郎さん、え、武藤の引退試合で10カウントゴング中に襲撃したら、史上最強のヒールになるんだろうけどなーって。チラッ、チラッつって。 <laughs> いやもうむそれはね何つうかねもう史上,史上最強のヒールとかじゃなくてもうなんかこう単純にあの史上最強のあ史上最低の <laughs> プロレスラーって呼ばれるようになるんじゃない<笑><笑>ええー、広さんパハロン街襲名言うなって その話も来てたわけよ。だからね、ロンガイさんが、まあ、いなくなっちゃいますね、と。ね。ペロスの行き先がどうなるかわからないんですよ、と。だから新ユニットをね、考えているんですけれども、えー、まあ、パーロンさんがね、えー、もうパハロンっていう名前じゃないですか、と。で、野沢さんは、野沢ロンガイっていう名前じゃないですか、っていうことで。だから、ロンつながりだったら、あのー、いけると思うんですよね、つって。 うん、襲名ね、いけるんじゃないですかって、うん、なったんだけど、さすがに、やっぱここは、もう、論外さんがね、それはメだとですっつって、うん、ストップかかってますんで、残念、ね、オファーはあったんだけどね、うテん、えテレマ正さん、武藤さんがブッカーで、えー、残り海外選手をオファーしてくれたら、選手も潤るおうかも、まさ藤さんみたいに。ね、でも武藤さん、どうすんだろうね。 引退した後ね。やっぱプロレスに関わっていくのかなそれともなんかのんびり、のんびりなんか楽しく過ごしたいみたいな感じなのかなね。その辺もどうなるんでしょうね。えー、神さん、モンスター正雄。<laughs> 乗組員さん、引退の10カウント中に泣きながら、やっぱりやめたくないよという事件をー武藤選手がやったら伝説。<laughs> 何でしたっけ女子プロの選手。あの、あれ。今、スターダムにいる。 米山選手でしたっけなんかそういうことがあったんですよね。えー、卓郎さん、その話も来てたのよって、すげえ話来るやんっていう、ね。そら来るさ。いや、君たちはね、僕がね、ただ単に YouTube やって、ね、一ファンがね、マスクかぶって YouTube やってみたいに思ってると思いますけど、前回のライブ放送でもお伝えした通り、ね、 実は俺はアレナメヒコの伝説なんですよそらオファー来るよもう業界内ではもう,もう有名よそら <laughs> オファー来ますようんえぴょんさん今ジュニアタッグベルトを正規軍と混合で回しているところを見るとジュニアではユニット再編あるかもペロス残党がそのまま別ユニットを作るのではなくまあそうねー まあでも今回はドラゴンゲートの絡みもありつつっていうところだと思うんですよね。いやなんかね、ドラゴンゲート結局そのベテラン選手が結構フリーになるパターンとだったりとかが増えてきてて、まあもう内情的にけ 運営的な面であんまりよろしくないかったりするのかなとか勝手に思ったりとかしてて、だからベテラン選手のをでか、あのー、外に行って稼いでもらってみたいな形を取ってたりするのかなみたいなのをちょっと思ってたりとかするんですよね、うん。えー、ムは引退するとは一言も言っていない。確かにな。<laughs> 魔,界のと魔界の扉が閉じるみたいなこと言ってたな。うん えー、カーボンヒーローさん、えー、稲村、取ってほしい気持ちもあったけど、あの船木さんを破ったワグナーも、そう簡単にはという感じです。えー、このカードがメインで良かった素晴らしい試合でした。えー、外国人が、シングルメインで買って、マイク締めも新鮮ですね。もう、マイク締めもめちゃくちゃ良かったよななビバメヒコ、ビバハポン、ビバノア。もう、アイアムノア、バリノノアの上手い使い方だよね。 <laughs> アイアムノア、ウィーアーノア、バリのうまいノアの使い方してたよね、今日ワグナねうーね。えー、ヒーさん、えー、今日のタコ感はワグナー勝利後すぐに挑戦者が現れず試合の余韻がしっかり残ったことにあると思う。あー、確かにね。そういう部分は確かにあるかもしれない。うーん だからなんか状況によってどうするかその場で決めてもいいかもしんないよね。いやーこれやべ、すげえいい試合だったわー。だから今日は行かんなくていい。今日はあのバックステージで挑戦表明してくださいとか。<laughs> いまいち盛り上がりに欠けたなーとかってなったらあ、リングに、リングに行って挑戦表明してくださいとかね。なんか使い分けるといい,い,いんだけどね。うん。えー、レモネードさん、論外は物価でいいから残す。 人材ではある。いやー、全然そうだと思いますね。うーん。拓郎さん、傭兵はチャラヒールの方が似合ってると思う。ペロス復帰ってことえヒ、ー、ーさん、ワグナー勝利後にアイアムノアが帰ってくるかと思ったが、よくよく考えたら、今回はナショナル戦だった。<laughs> まあ、でも、ゴーさんね、帰ってきてほしいよね。うん。神広さん、えー、唐草模様の風呂敷つけて、ハイパーマサオ。ミサオな <laughs> のやつなうんでもミサオさんもあのなんかたまにこ前もちょっとあったけどなんかこうたまに落ち込ん落ち落気分的に落ちてしまうことが多分あるんだろうけどねフォロワーツイッターのフォロワーね行かなかったら目標いかなかったら年内で辞めるみたいなこと言ったりもしてたしね今ほんと辞めるのだけはやめてくれっていうね感じですよね。 拓郎、えー、さん、僕は両方応援していたので声援が少ない方のコールをしようと思ってたら、ほぼワグナーコールだった。そうなんや、でもまあ、会場、今日はどっちもすごい人気だろうね。ぴょんピョンさん、行合同工業を打った後って賛否両論起,き起こるんだろうけど、ノアとドラゲーはいい関係が続きそうですね。いやー、なんかね、楽しい合同工業でしたもんね、ノアとドラゲーのやつね。 うん、非常に楽しい合同工業だったと思います。あれ素晴らしかったと思います。で、まあ、この後ね、ノ、NO、ア、AH、は12月工業に入っていって、えー、1月1日に向かっていくという流れでございますので、まああのー、12月のスケジュールなんかをね、また動画にしたりもしようかなというふうに思ってたりもしますんで、 よろしくお願いしたいなと思います。で、今日はもう9時までには終わりますので、まあ、そろそろ皆さんね、帰り自宅の準備をね、してくださいね。<laughs> 帰り自宅ってなんだよ、みたいなね。はい。えー、ほぼワグナーコールっていうのは、周りが稲村コールだったから、自分はワグナーコールばっかりすることになったっていう意味。ああそうか、ね。<laughs> えー、長州さんみたいにはなってほしくないなと。 キャラが被りそう。<laughs> まあでも、一緒にね、温泉旅行とか行ったりしてますからね。はい。まあということでね、お届けしてきました、PJLL ライブザライブね、でございますが、まあこんな感じでですね、あの、今日初見の方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、はい、こんな感じで、あのー、 試合の後とかにね、ライブやってみんなでああでもないね、こうでもないね、みたいな話をね、こうしているというところでございます。で、私、PJLL、まあほぼね、ノアと東京女子プロレス、まあほぼノアなんですけどね、の動画をまあアップしておりまして、はい、ぜひ、あの、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。 で、えーまあ、この PJLL の方もね、応援していただけるということでございましたら、えー、概要欄の方を見ていただけるとわかるんですけれども、えー、月1300円のメンバー募集もやっておりますし、えー、スーパーサンクス機能も開放しているので、動画単体にスパチャビシッと投げることもできるようになっております。はい。 で、えー、オリジナルグッズなんかもありますんで、オリジナルグッズね、すごくね、いい感じのがどんどんできてます。で、えっ、ー、と、すずりっていうとこ使ってるんですけど、えっ、ー、と、すずりが、えー、11月25日から、えっ、ー、と、ブラックフライデー。 を始めますので、まあ一応ねあのコミュニティの方にはあの内容を貼っておりますんでぜひチェックしていただければともしオリジナルグッズねいい感じのあるじゃんと思ったら買ってもらったらねいいかなと思いますそしてぴょんさんということで南野陽子さんの曲で好きな曲第1位は楽園のドアでしたてててててて <laughs> 俺はその曲知らない <laughs> ということでムーム この後は22時からワールドカップカタール大会日本 VS ドイツテレビで見れない方はアベマで見れますんでぜひあ、渡辺さん遅かったでござるもう終わるでござるはいぜひアベマでねワールドカップ今見れるんでぜひ、はい、見てくださいね今日日本対ドイツ10時からありますよはいぜひチェックしていただければというふうに思いますんで アベマも見て、ね、えー、レッスルユニバースも見て、で、このパハロンの YouTube も見るということで、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。それでは、えー、これからレモネードさんもおっしゃってますが、えー、剣王じゃんけんをパクったパハロンじゃんけんで終わりたいと思います。皆さん、何を出すか、考えましたかいいですかいいですかねはい。いきますよ。 パハロンじゃんけんじゃんけんポングータクローさん、ワールドカップの間、僕は多分今日の大会見直してると思う。あー、まあね、サッカー好き、すべての皆さんがサッカー好きってわけじゃないからね。うん、あ、タクローさん、パーで勝ち、はあはあはああ。ウルトラドリームさん、ありがとうございます。グラシアス。はい。 クストレさんチョキで負け、レモネードさんチョキで負け、えー、エル・クリミナルさんチョキで負け。<laughs> 今日は負けが多いじゃん。今日俺の勝ちやな、したらな。エメタン、グーで引き分け。あーなー,ーまあそういうことだな。ぴ、う、ょんピョンさんチョキで負け。<laughs> はい。まあ、ということでね、ぜひね、皆さんね、あのー、今ね、まだ11月、もう11月終わりなんだけど、めちゃめちゃね、ちょっと、まあ、宮崎はまだ全然暖かくて、レモネさん負けが多いね。<laughs> 宮崎全然暖かくて、昼間はね、頑張って、 まあちょっと頑張れば T シャツ1枚でも全然いいんじゃないかぐらいの暖かさなんですけど、これからね、また寒くなったりすると思うんですよ。で、皆さんの地域もきっとそういうね、寒暖差みたいなものがね、どんどん出てくる時期だと思いますんで、まあ、で、コロナもね、ありますから、ぜひね、皆さんあの体調管理、これは気をつけてください。で、あの寒い時にはね、なるべく温かいものを食べて、体を温めて、はい、過ごしていただければというふうに思います。 ということで皆さんまた次回お会いしましょう。セニオス、アミゴス、ホーほーいす、くそやども。ビバハポン、ビバノア、ビバ登場、ビバ PJLL。アディオス タクロさん、今日、東京寒かった。あ、そうなんだ。モリス選手が外のサイン会でタンクトップだったのにビビった。アイルランド生まれやがるな。<laughs> ビバ、PJLL。お疲れ。あります。